春ってその他の季節とメイクの違いあるんですか？今年は結構オレンジとかピンクとかそういう色が流行ってますね。普段のメイクにちょっと足す形で挑戦するとそんなに難しくないと思うので、それで今日はやっていこうと思います。お願いします。今アイメイク普通にして着てもらってるんですけど、そこにこういうちょっとオレンジっぽい、わー結構明るい鮮やか色味とかを足していこうと思います。へー、でもちょっと怖いですね。あんまりカラーメイクしたことないので。確かに怖い方はもう上は普通のいつものブラウンのメイクにしてもらって、目の下にオレンジとかピンクとか新しい色味を入れてもらったら、カラーはチャレンジしやすいかなと思います。結構もう大胆に、おー、結構入れない、見えない、おー、そんなに入れますか？でも馴染んでる。かわいい。意外と馴染むんですね、こういう色でも。ちなみにオレンジとかピンクとかその色の選び方って、肌のこう色が白いとか肌がちょっと割と黄色いとかで違ったりするんですか？黄色っぽい方はオレンジの中でもちょっと黄色みのものを入れてもらったらいいんですけど、青っぽい方はちょっとオレンジの中でも青みよりっていうか、同じオレンジでもこういろんな色があるので絶対似合わないっていうことはないと思う。自分の肌に似合う色を探して。そうです、最初ちょっと目尻にラインを入れて締めてもらっても、ちょっとオレンジに合わせて柔らかく入れようと思ったのでブラウンで入れてます。わー変わる、ちょっと違うわ。そうですか。ちょっとぼかす、ぼかすのやっぱ大事ですね。肌に馴染む。なんかこれやってもらって思ってるんですけど、覚えること多いですね。そうそうそう。私もこの場で覚えられないから、後でちゃんと動画見て動画で復習します。で、春夏は結構ツヤとかグリッターとかが目元流行ってるので、グリッターこういう結構キラキラなものとか、ラメのことですね、を目を閉じてもらって、まぶたにちょっと普段のメイクに真ん中あたりですか？そうですね、立体感出したいので、こことか本当だ、眉下とか全体でもいいんですけど、眉下にも全体でも全然いいんですけど、ちょっとツヤを足してもらうと可愛い。なんか流行り顔という、流行り顔わかる、そうそうそう、流行り顔です、まさかでもなんかいつもメイクも結構適当にやるので、私メイクしながらキューピー3分クッキングの音楽流すんですよ。なんで？めちゃくちゃ準備はかどるんですよ。多分1回やってみてください。チークなんですけど、チークはそこまで濃く入れないっていうのが今年春の流行りなので、ちょっとこういうオレンジ味っぽい肌に馴染みそうな色で、目元がオレンジなのでオレンジで、はいはい、入れるだけで全然、目元青みとかだとちょっと青みのピンクのチークとかでも全然可愛いと思います。統一するんですね、目元と。そうです、チークはもうさらっと血色ぐらいで入れていきます。でも色合う、うん、違いますね、チーク、で口元はマット系のリップにちょっとこうグロスとかでツヤを出すとか、口元を少しマットにしたいときはちょっとこうファンデーションとか軽くのせてもらって、で色味もちょっと抑えれるのでちょっと入れてもらって、で普段持ってるリップとかがちょっとツヤがあってもこれで上から塗ると収まるので、あーなるほど、ちょっとベースで塗ってます。でリップは結構今年ベージュとかオレンジとかが流行ってるので、ブラウンとかオレンジが流行ってるので、ちょっとこういう深みの色で入れていきます。なんか流行ってるのは知ってても、なんかちょっと血色悪く見えそうで、挑戦して、チャレンジしにくい。結構こういう色だけで不安っていう方は上からちょっとこういうオレンジのグロスとか足してもらうとちょっと明るさプラスされるので難しくないかなと。口紅はピンクっていう概念しかないですもん。そうそうそう、わかる。軽く開けてもらっていいですか。でも軽くこうのせていく感じで、あ、
ちょっと印象変わる。綺麗な色、うん、中からじわっとこう血色が出てる感じで、わあ、あ、意外と自然ですね。馴染んでる。すごい、この色綺麗。あ、わあ、ちょっと大人っぽい感じに見える。ですね、感じ、うん。指で馴染ませてちょっとツヤを取っていきます。でちょっと血色が欲しいなって思ったら、さっき言ったみたいにこのアレンジ味のグラスをちょっと出していきます。でもそんなにツヤいらないので軽くだけで。なんかちょっとふっくらした唇が、ツヤを足した状態です。何今の表情。いいと思うよ。わかりやすい。これで一応完成です。ありがとうございます。オレンジですか、テーマは。そうですね、テーマオレンジですね。でもなんかより垢抜けたね、うん、本当です か、うん、なんか普段のメイクにちょっと足しただけなのに印象変わりますね、うん、今時の流行りの顔って感じ、うんうん、目の下どうですか、オレンジ。気にならないし、うん、気にならないけどなんか統一感が出て、おしゃれな感じに見える。クッキングの音楽やめます。それはじっくりしようか。